これより各テニス部有志によるアトラクションコンテストを開催します。はい、皆さんこんにちは、ユリアと申します。それでは学園祭の王子様、今回で最終回、実況していきましょう。司会進行は六角中の1年生部長、蒼井健太郎でお送りします。そろそろ菊丸先輩の出番だよね。ヤッホー、応援しててくれたね。よく聞こえたよ。ちょっと恥ずかしいかも。ありがとう。おかげで元気100倍頑張れたよ。アンパンマンかな。菊丸パンマンになる。結果発表はまだ先だよね。模擬店見て回ろうよ。もちろん。よし、レッツゴー。文ちゃんのところに行こうかな。まあ、さっきも言ったんですけどね。お、神谷さん発見。あ、ここは。あれ、一度来たんだ。さっきね。じゃあ今日はやめとく。そうですね。よう、菊丸。さっきぶりだね、文ちゃん。お、丸い。なんだ。1階の模擬店なんだ。入らねえか。メニューは豊富だぞ。悪いね、また今度。あ、よく見たら高橋コンビじゃん。さて次はガクくんかな。たこ焼きだ。美味しそうですね。なんだ、菊丸か。あ、昔ここ協定の模擬店か。たこ焼き買っていくか。俺の特製たこ焼きがおすすめだぜ。じゃあいいです。そう、納豆入りたこ焼き遠慮させていただきます。ふあ、菊丸先輩も嫌いなのかな。俺、普通のにする。私も。なんだよ、美味しいのに。そろそろ結果発表ですね。うん、そうだね。あのダンスすごかったですから、きっと優勝ですよ。まあね。あ、でもちょっと最後息が合わなかったからな。あ、そうなの。全然分かんなかったですよ。ムカヒがね、俺と張り合うんだよね。こっちも向きになっちゃって。まあ、ガックンだからしょうがないよ。でもあれはあれで逆に目立ってましたよ、いい意味で。そう？だったらいいんだけど。では、これからアトラクションコンテストの結果発表だ。優勝チームには、来年のウィンブルドンのチケットと航空宿泊券が贈られる。優勝チームは、ストリートダンスだ。よかったね。優勝おめでとうございます。やった勝ったぞ。よかったですね。うん、最後以外はきちんと練習通りできたからね。
みんなも頑張ったし。素敵でした。じゃあお祝いにこの後一緒に学園祭回ってくれる？もちろんですよ。どこ行くんだろう。すごい人出だにゃ。学園祭は大成功ですね。こんな人が多いと俺たちはぐれちゃうかもね。それは困りますね。じゃあ今なら私の両手空いてますから、どちらかつなぎます。だよね。だったら手をつなごう。手をつないどけば迷わないよね。間に合うって言おうしとしちゃった。迷わないと思いますよ。それじゃあどこに行く？どこへでも。菊丸先輩の行きたいところならどこへでも。うん、そうしよう。ここ？お化け屋敷、面白そう。なんだろう、神尾くんかな、相手は。あれ、お化け屋敷嫌い？嫌いじゃないですけど。おう、菊丸か。あら、橘さんなの？あ、橘。ここ不動峰が作ったんだ。ああ、そうだ。なかなか力が入ってるぞ。どうだ、見ていくか？だってさ、どうする？私は先輩がいいなら。よし、じゃあ入ろう。毎度。入場料は1人100円だ。暗いですね。お化け屋敷だからね。先輩は怖くないんですか？君と一緒だから。ああ、もうちょっとムードのあるところでもう一度お願いしますよ。なんてね。実は俺もあんまりお化け屋敷得意じゃないんだ。じゃあ来るなよ。なんでここ選んだの？こういうの好きなの日吉くんだけでしょ。君と一緒に入りたかったから。どこへでもいいじゃん。じゃあさっきの文ちゃんのさ、甘味どころ行こうよ。おりゃ、うん、うまくいかないにゃ。あ、まだあれ続いてたんだ。え？私を笑わせてくれて怖くないようにしてくれたんですよね。うまくいったのかにゃ。多分ね、うまくいってないと思います。おい、シンジ、声楽の菊丸さんが来てるぞ。ああ、そうだね。しかも女連れ。どうする？どうするって、脅かすのが仕事だろ俺たち。悪気声ですよ、二人さん。まあ、いや、まあそうなんだが、なんかあの二人いい雰囲気だろ。邪魔するのもどうかと。邪魔しちゃえ、リア充なんて邪魔しちゃえ。なんだよ、一人だけいいこぶって。邪魔したいんだろ本当は。あのな、お前がやらなくても俺だけでもやる。リブ君は何の恨みがあるんだよ、恋人がある人に。いつかさ、恋人になってあげたじゃん。あの時の甘い思い出忘れちゃった？分かったよ。あの、暗いから手をつないでいいですか？なんだ、ずっとつないでたわけじゃないんだ。え、あ、うん、もちろん。じゃあ、俺の左手を掴んでるのは君だよね。え、怖いこと言わないでよ。え、何、イブ君か神尾君のどちらか掴んじゃった？あ、はい。あ、よかった、まだ怖くないやつだ。じゃあ右手を掴んでるのは誰かにゃ。やっぱ怖かった。びっくりした。相変わらず似合うよね、この二人。先輩だ、大丈夫だって、俺がいるから。ち、失敗した。舌打ちしてんじゃないよ。ま、
いいんじゃねえの。よう、どうだった？結構ドキドキしたよ。神尾とイブが出てきた時はちょっとびっくりしたけどね。私、心臓が止まるかと。まあ多少の行き過ぎは勘弁してやってくれ。神尾とイブには後でお礼をしなきゃダメかにゃ。俺？ああ、なんでもないっと。どうですか、調子は？なかなかいいよ、好調だね。うん、この調子ならいい線行くんじゃないかな。だが売上トップを狙うのは苦しい。よそも頑張ってるからにゃ。何かこう、もう一工夫できれば展開が変わってきそうなんだけど。一工夫ですか。そう簡単に思いつくわけないか。だってもう色とかやっちゃったもんね。ああ、いえ、ありますよ、一発逆転の方法が。お、なんだ。ヘユーマガスです。え、それさ、別のルートでやってたじゃん。ヘリウムガスをさ、なんか入れて絶対離さないようにね、飛んじゃうからって菊丸先輩が言ってさ、それで、どのルートもそれで行ってたじゃん。で、結局さ、1位とか狙えなかったじゃん。それやるつもり？ヘリウム？風船に入れる、あれかい？はい、綿菓子の入れ物に入れてヘリウムを入れるんです。あ、なるほど。そうすれば風船代わりにもなる。食べられる風船、これはいけるよ。いや、いけないですよ、失敗してんですよ、全ルート。まだ他にも効果がありますよ。ヘリウムガスを吸えば声が変になりますよね。なるほど、そういう遊び方もできるのか。いや、どう遊べばいいの？おっさの思いつきにしては秀逸なアイディアだ。ヘリウムガスは風船用のものが余ってます。早速手配してきます。ふい、やっと一息つけた。お疲れ様。君もね。エイジ、こっちは手塚と二人でなんとかなるから、今のうちに二人で休憩してきなよ。おい、大石先輩も空気を読んでくれていいね。うん、そうする。そんじゃいか。残るはここか。じゃあ、サイさん。へえ、海の家か。いかにも夏向きって感じだよね。そうですね。やあ、菊丸、いらっしゃい。およ、佐賀焼き？じゃあここは六角の模擬店か。かわいい子だね。彼女かい？の予定です。通っちゃダメだぞ、この子は俺のだかんな。え？大丈夫だって。それより何か買ってく？かき氷。あ、私もそれで。シロップは？何があるのかにゃ。この酢醤油って何ですか？酢醤油？かき氷にかけるんだけど、試してみる？やだ、いちごでいい。私もちょっとメロンにします。かき氷のシロップってなんか目つぶって鼻を押さえて舐めるとなんか全部同じ味になるみたいですよ。やっぱり人気ないな、酢醤油。ところてんにかけちゃいなよ。
はって戦国先輩だ。もんじゃ焼き。へえ、変わった模擬店ですね。いや、隣でしょ。隣の模擬店でしょ。お、かわいい子見っけ。今日はラッキーだな。あ、戦国。ダメだぞ。この子は俺のだからな。みんな言ってくれる。なんだ、残念。で、どう？もんじゃ食ってく？やめとく。じゃあね。あ、先輩待ってください。戦国先輩、カップルの女の子に声かけちゃダメです。みんな帰っちゃいます。あ、そうだったの。ダメでしょそれは。はは、メンゴ。もうすぐ模擬店コンテストの結果発表ですね。あれだけ頑張ったんだからきっと勝つよ。だといいんですけど。おう。あ、結果発表始まっちゃったよ。大丈夫かな、あんなどのルートでも失敗した方法で。これより模擬店コンテストの結果発表を行う。模擬店コンテスト売上およびアンケートのトップを獲得したのは、青春学園の綿菓子屋だ。これさ、絶対なんかのミスじゃないの？今回だけ優勝する？やったー、やりましたよ。綿菓子屋が売上アンケートともにトップです。やったな、手塚。ああ、みんなよくやった。やったやったやった。学校総合も声楽がトップ、完全優勝だな。この2週間の苦労が実った。手塚、もっと笑おうよ。いや、十分笑ってると思うよ。これはこれで貴重だと思うけど。これでも喜んでいるんだよ。やったっすね、大石先輩。見事だ、手塚。英二先輩、はしゃいじゃって。あ、皆さん。いや、綿菓子屋はすごい人気だったね。おかげで声楽がトップになれたな。うん、英二たちの頑張りに拍手だね。皆さん本当におめでとうございます。やったよ、君が頑張ってくれたから勝てたんだ。そんな、私は少しお手伝いをしただけで。そんなことないない、いいアイディアいっぱい出してくれたからね。ありがとう。え、そんな、こちらこそありがとうございます。でも、これで学園祭ももう終わっちゃうね。そうですね、あとはキャンプファイヤーと社交ダンスだけ。この2週間、とっても楽しかったよ。私もです。社交ダンスか、ステップの解説書はもらったけど、自信ないし。いや、ここにいたの？あ、菊丸先輩。踊らないの？その、自信ないですから。大丈夫だって、俺に任せとけ。え、任せるって、キャー、ガックみたいにくるくる回るやつ、もしかして。ほら、簡単簡単。いや、普通でしたね。私今踊ってるんですか？そうだよ、ほーら。あえ、簡単でしょ。いえ、これは菊丸先輩のリードがすごいんですよ。私何もしてないのに。いや、それでいいんだってば。ダンスはリズムに合わせて動けばいいの。あ、はい。うん、いい感じだよ。あ、あの、うん、
顔、顔近いです。ちょっと顔なんかついてる？じゃなくてその近すぎません？そう？近いっていうのはもっとこんな感じじゃない？え、するの？まさか。あ、目をつぶっちゃダメだよ、危ないから。もっと。そんなこと言ったって先輩顔近すぎすぎ。あんまり目をつぶってるとキスしちゃうぞ。あのアドベ様みたいにはちょっと私まだ早いかなと。あ、目開けてくれた。先輩意地悪しすぎです。私にどうしろって言うんですか？わかんないかな。わかんないんだろうな。なんでそこため息なんですか？この前は真面目にやってダメだったからな。どうすれば。あの先輩、この間からなんか少し変ですよ。そう？なんだかいつものエイジ先輩らしくなくて。そっか。あの、私といると楽しくないですか？え？そんなことないって。だって最近時々さっきみたいにため息ついたり独り言言ったり。ああ、それはね、そのなんていうのかな、私心配なんです。いつもの先輩が好きですから。え、いつもの俺が？はい、明るくて楽しくていたずらは困っちゃいますけど。そっか、そうだね。ありがとう。うん、俺は俺のやり方で言えばいいんだ。失敗してもくじけない。あの、はい。俺と付き合おうよ。おお、ストレートだね。俺、君のことが好きになっちゃったから。え、でもダメかにゃ。いや、ダメなんてそんなことないです。でも。え？でも？あの、冗談じゃないですよね。ああ、これもこう捉えちゃうのか。まあ、罰国とか流行ってたもんね。そんなわけないって。ほら、俺のこの目、冗談言ってるように見える？ごめんなさい。え？いやいや、あの、疑ったりしてごめんなさいって意味です。いや、まさかここまで来て振るなんてことはないよね。あ、びっくりした。嬉しいです、ありがとうございます。え、じゃあ。はい。いや、やったー。あー、先輩そんな動かないでください。ダンスついていけてません。やったやったー。かわいいなあ。あ、もっとかわいい。こいつが熊の大五郎だよ。テディベアと似合うな。願わくばその熊の場所を私と入れ替えて。おっきいんですね。少し汚れちゃってるけどね。でも大事にしてるんでしょ？たまに投げるかな。投げるの？もうねねちゃんみたいに殴らなければまだいいけどさ。何、ストレス溜まってるの？それはかわいそうですよ。あ、でもちゃんと後で謝ってるから。あれ、この子倒れちゃいますね。確か左側に倒れるんじゃなかったっけ？うん、ちょっと重心がずれちゃってね、左に倒れちゃうんだ。あったよね、なんかこういう合言葉で、おい先輩に大五郎が倒れるのはって言った時に、その時になんか左に打って逆転したんじゃなかったっけ？じゃあさ、大五郎と俺どっちが可愛い？菊丸先輩。ねえ、どっち？そりゃ先輩の方が。やり、見たか大五郎、俺の勝ち。ブイ。
ぬいぐるみと張り合わなくても。あの先輩。ん？何？先輩はそのどうして私なんかと付き合いたいって思ったんですか？ね、忘れちった。ずるい、なんで逃げるのかな。あ、嘘、本当はね、君といるととっても楽しいから。なんか嬉しいよね、こうやって言ってくれると。なんかすごい明るい人がさ、なんかこの人といるとこっちまで笑顔になるとか、普段思いっきり笑っている僕がいつも以上に笑えるみたいな、あの有名声優さんカップルみたいに将来なりたいです、なんてね。からかいがいがあるとか。それもあるね。もう先輩。でもね、好きになるのに理由はいらないと思うよ。いいね、この名台詞。私男だったらこれ言いたいわ。まあ女でも使えるとは思うけど。その人といると楽しいとか嬉しいとか、そういうのがいっぱい溜まって好きになるんじゃない。先輩、俺君といると楽しいし嬉しいから。私もです。今日はね、兄ちゃんが帰ってくるの遅いんだ。それで？わあ、エジ。え、ここで出てくんの？もう菊丸先輩、横島なこと考えちゃダメじゃないですか。うわあ。今のは。はあ。またあのバカオウムか。もうせっかくいいところだったのに。私たちまだそういうこと早いみたいですね。いや、まだ大人の階段は登れないですね。ちょっとずつ亀さん歩きでもしていきましょうか、エイジ先輩。ということで、菊丸先輩ルート完全攻略いたしました。アンケート結果で菊丸先輩がダントツ1位だったんですよね。今のと前回のと合わせると。そして次回がどうしよっかな。また後日考えます。その時はまた皆さんよろしくお願いします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。